はい、ガレージライフの高橋直樹です。この車両はホンダのフィットなんですけれども、このシフトレバーなんですけど、プリウスと同じように動きます。で、同じような仕様ですね。リバース、ドライブ、そして L とあります。で、プリウスと大きく違うのはここの表示なんですね。プリウスの場合はここが B になってます。ただ、このホンダのフィットの場合は、ここ L という表示になってますね。この一文字が違うだけでですね、随分印象が変わりますよね。プリウスの B だとどうしても、この年代によってバックだと思っちゃうんですね。この表記一つだけでもシフト位置による誤発進を防ぐことができるのかなという、そういう印象を受けますね。